いや、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃないよね。病気だっつってんだもん。大丈夫じゃ大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃないよ。だって苦しいんだもん。おはよう。だね、久々鬱になって分かったけど、うつ病はね、他人には理解できない。鬱じゃないやつには。うつ病は、うつ病になったことあるやつしか理解できねえわ。それは改めて思った。改めて再確認したよ、俺は。いや、もう何言ってもダメ。鬱だから。何言っても死にたいって答えるから。あなたたちが求めてるリアクションは返ってきません。何言っても返ってきません。俺が笑いと愛で癒します。みやびくんじゃ力不足かな。おはよう、しのぶ。いや、鬱はね、鬱にならないと分かんないよね。東京タワーの例、久々に鬱だね。もう俺は原因分かってんの。何が原因でこうなったか全部分かってんの。実は、俺が言ってることってめちゃくちゃだったりするでしょ。何こいつこんなこと言ってんだろうって。なんでこいつこんな考え方なんだろうって。実はめちゃめちゃ理にかなってんの。俺にとっては。それどういうことかっていうと、俺が人生32年間作り上げてきたマニュアルなのよ。それが壊れるとこうなるんだよ、本当に。寝れなくなるし。いや、働き、いや、そこは関係ない。なんかリスナーさんからも、いや、プレッシャーに感じてんじゃないの、配信って。言われたんだけど、そこはないの。そこじゃないんだよ。正直言うと、配信全く関係ないわ。あとね、心配してくれてる人大丈夫だから。鬱は死なないから。そう状態で死ぬの。みんな、俺自殺とか鬱って言ってる時はしないから。なんか問題行動が起こってる時、躁うつ病持ってる人見たらわかるけど、のんちゃんとか俺とか見たらわかるでしょ。問題行動を起こしてる時、そう状態の時なんだよ。ヒャッハーってやってる時なんだよ。だから、鬱で死にたいっつって死んだやつ俺見たことないから。マニュアルが壊れたね、マニュアルが。でもいい機会だわ、ほんと。いや、いい感じだったんだけど、ダメだったね。ダメだった。要はね、これね、でもいい兆候でもあるよ。どんなマニュアル？例えば、起きたい時に起きる。起きたくない時に起きない。俺、これさ、本気で言ってるの？って、普通の会社員とかだと思うじゃん。俺、本気で言ってんだよ。自分の心が正常化するためのマニュアルなの、これ。だから、あんなに異常に起こるの。海放にネタで起こったわけじゃないのよ。自分の心のバランスが取れなくなって病気が悪化するから、ああいうふうに起こらないとダメなの。寝てるの起こすなとか。本当にダメなのよ。それで本当に3ヶ月仕事できなくなっちゃったりするの。あと、なんつうの、やりたくないことはやらないとかさ。本当にすごい大事にしてんのよ、俺の中で。約束はしないとか。まあ、それが崩壊したっていうのはあるよね。人よりもね、すごいデリケートな。ありがとう、レンちゃん。レンくんか。レンくんありがとう。バーガー、ハート、熊の実ありがとう。だから、自己啓発だと思って言ってる、受け取ってる人いっぱいいるでしょ。俺が言ってることって。あれ、自己啓発でも何でもないんだよ。俺が俺であるためのマニュアルなんだよ。俺が俺らしく生きれるための。それがね、なかなか伝わんないんだよね。あと、ネットとかでさ、たまに、1億円渡したら鬱治るよとか書き込みあるけど、治んねえから。1億円じゃ。いくら金稼いでても、鬱のやつは鬱なんだよ。躁うつとか甘えとか言ってる人たまにいるけど、殴りたくなる。躁うつとか甘えとか言ってるやつはならないよ。いやね、鈍感だからそういう風になってんだよ。俺らは敏感じゃん、生きることに。
でもね、ちょっと躁鬱あった方が配信者は面白いんだよ。ちょっとうつ病とかね、病気がスパイスだったりするから、悲しいことにね、配信者とか芸人さんってちょっと病気の方が面白いんだよ。そう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 、知恵の言う通り。お前ムカつくからブロックな。謝れポケモン。謝れポケモン。お前ムカつくからブロックな。10秒以内に謝れお前。お前ムカつくからブロックするぞ。なあ。お前ブロックするぞこの野郎。おい。謝れ。たくさんあ、お金たくさんあったら精神患者治るってわけわかんないこと言ってる。いるよね。全然わかんないよね。私は上司に2時間怒鳴られた時うつ状態だった。あ、それはね、うつ状態なの、うつ病じゃないのよ。それは誰にでも、あの、落ち込むとかじゃないんだよ。数うつ病持ってるのかな。うつ状態には誰でもなるの。うつ状態が慢性化した時うつ病になるの、うん、見れなくなるよ、見れなくなるよ、ブロックされたら。ああ、そうだろうね。ルーツの言う通りだ。リスナーさんにこれだけは言っとくけど、配信が苦痛になったりとかないから、そこは心配しないで。はい、ワドツ。わかんない。あ、もう起きた瞬間にわかる。俺は。朝起きた瞬間に、あ、うつだって。あのね、歯車が狂ったタイミングもわかるの、自分で。あ、やばいって。でも、やばいって思ったら手遅れだよね。Kさんいらっしゃい。もうね、心がね、心っつうか、感情がもう変になるの。言ってないんだよね、それが。治ったと思い込んでたから。まあしょうがねえよな、病気は病気だもんな。何言ったって病気は病気なんだもん。初見さんいらっしゃい。おはよう。りんちゃん、ハートありがとう。じゃあ、どれだよ、どれ。完全にどれ。完全にどれ。うつになると言葉と物の関連性とかもぶっ壊れてくる。ああ、どうなんだろう。わかんない。なんか思考が回らないっていうか、考えるだけでモヤモヤして、なんか消えてなくなりたくなるから、考えないように、考えないように。だからもう鬱になると、俺の場合極端に雑談が減るんだよ。語彙が減るの、言葉が減るの。明らかにもうギター触ってる時間が長くなったりとか、もう喋れなくなるんだよ。ちなみに言っとくわ、今日蒼天化してます。はい、今日蒼天化してます。うつ病の診断をもらってないけど、去年職場環境が悪くて毎日死にたいと思って寝れなくなった。あ、うつ病になりかけてるかもしれないね、それね。病院行った方がいいよ。どれだね。うん。絶対どれ。すごいね。100万もらってたんだ。人と会いたく、人、いや、人には会いたくなるね、俺は。仲のいい人だったら。うん。
そうそう、あの死にたいとかじゃないもん、消えてなくなりたくなるよ。アイラさんおはよう。人によって症状違うけどね。あ、皆さん通報お願いします。皆さんご協力お願いします。あの通報お願いします。こいつ懲りてないんで、こいつ懲りてないんで、あのワドアンチ待機所とかタイトルに打ってるんで、あの誹謗中傷誘導してるっていう理由で通報してください。何回もやってるんでこいつ、あの懲りてないんで、あのもうこれでバンになるんで今日こいつ、何回もやってるんでこいつ、あの、ワドアンチ待機場っていうタイトルにしてるんで、バンにしてください。通報お願いします、皆さん。もう何回も運営さんに問い合わせて、何回もバンにしてもらってんだけど、現状注意しても散々聞かないって言ってるから、あの、誹謗中傷の誘導、うん。タイトルに俺の名前使ってるでしょ。うん、みんな通報よろしく。うん、頼むわ。ごめんね、協力して。これ何回言っても懲りてないから。あのこいつ相手も小突きしたいだけだから、みんな通報よろしく。通報数がないと動いてもらえないからさ、運営さんに。うん、頼むわ、よろしく。誹謗中傷の誘導です、これ完全に。しんどいね。うん。まあね、そうなんだよね。ニムロデの言う通りなんだよ。通報ありがとう。あ、 ありがとうございます、ケイさん。ごめんね。なんか俺一人だとね、こういうの減らないんだよ。みんなでクレーム言わないとね、運営さんすぐ動いてくれるから、そうしたら。起きれない。あー、まあ睡眠時間は長くなりますね。昨日も18時間寝たかんね。うん。ありがとう、タンタンもミュールも。ありがとうね。クマロウさんもありがとう。ありがとう、サボさん。もうめんどくさい。こういうアイテム小突きしたいから人の名前出すやつとかめんどくさい、マジで。自分の力でやってほしい、本当に。私も軽い鬱と数年前診断されました。苦しくて泣いたばかりいました。さすがに泣いたりはしないけどね、俺は。あ、でもね、泣いたりとかしないな。泣いたりとかあんましない。うつは2種類ある。俺は躁うつだね。躁うつ、あの反転化するんだよね。だからわけのわかんないあの気候に走ったりするタイプのね。岩鳥ペンギンありがとう。ドルフィンガチャアイテムだね、岩鳥ペンギンは。おはよう、コンペイトーさん。おはようございます。
おはよう。こけしさん、おはようございます。今、いや、あのね、ね、うん、ツイッターにも書いたんだけど、メタモルフォーゼなんですよ、結局。いい兆候でもあるのね。うん、いいね、自分が変わるいいタイミングだと思ってる。ナナさん、はじめまして。自分が変わるいいタイミングだと思ってる、俺は。ひどいね。かくん、おはよう。おはよう、ナナ。あー、やばいね。あー、そうなんだ。よかったね、カズ。2回買い物行かせてやった。デブのババアを抱いて2回買い物行かせてやった。リータニード、おはよう、うん、相打つって1型と2型ありますけど、あ、わかんないわ、どっちか。わかんねえわ、うん、わかんない。お金持ちだ。2回も行かせてやった、花火ありがとう。カズ、ありがとう。はっ、ありがとう。あ、パニックね。心臓痛えな。ていうか、すごいタイプの AV 女優を見つけたんだけど。おい、久々クリーンヒットを出したんだけど。こんなに、こんなに可愛い AV 女優を見つけたのは久々で、俺テンション上がってんだよね。一週間ぐらい前に偶然見つけてしまったんだよ。いた、逸材。いたわ。ついに見つけたわ。ついに見つけたよ。あ、太陽に当たるといいと思うよ。俺もそれはすごい。運動すること、太陽に当たること大事だと思ってる。
威嚇臭い話。花火ありがとう。葉山、葉山なんだっけな。葉山、葉山めい。葉山めいちゃん、マジ可愛い。葉山めい。もうドストライクに可愛い。俺は見つけたよ、ついに。葉山めいちゃんを。俺はこの子を応援するから。久々の大当たりだよ、葉山めい。薬飲んでないね。ただこの子顔いじったのか太ったり痩せたりなのかわかんないけど、すげえ顔が変わってるんだよね。可愛い可愛い時の葉山めいが好きだね。 AV 女優セクシータレント葉山めいちゃん、いじったのか痩せたのかわかんないけど、太ったり、多分太ったり痩せたり激しい子なんだろうな、多分。俺こういう顔好きなんだよ。うん。いや、この子いいよ。この子すごいいいよ。めちゃめちゃ可愛いよ。葉山めいちゃん。久々見つけたもんね。俺叫んだもんね。俺 FC2 動画見た時叫んだもん。当たりだーって。当たりの子見つけたーっつって、うん、障害者手帳持ってますね。はい、葉山めい、すげえかわいい。あ、入院中なんだ。タトゥー依存っていうのもあんだ。はい、マサッチさん、どうも、ワドツ。なんか俺、あの南野陽子とか、あとなんだっけ、小坂めぐるとか、ちょっとほっぺたがポチャッとしてる子が好きなのよ。二重くっきりでほっぺたポチャッとしてるような子が好きで、捨て子の試合後抱き合った男、手頃の試合抱き合った男。あの、まさちさん、本当に、あの、図に乗ってるわけでも何でもないんですけど、本当に申し訳ないです。あの、めちゃめちゃ最近、絡みが多くて、誰だかわかんないです。ごめんなさい。あの、本当に申し訳ない。調子に乗ってるわけでも、有名人気取るわけでも何でもないんですけど、端感はそんな好きじゃないかな。あのね、いろんな人がいろんなことを毎日おっしゃるたり、いろんな関わり方をするので、なかなか覚えらんないです。すいません。多分でも抱き合ったのは間違いないんだと思いますね。また抱き合いましょう。うん、あのね、正直ね、1回、2回、3回じゃ覚えらんなくなってきた。花イケメンのお友達って覚えておいてくれればいい。あ、余計わかんない。花イケメンが、花イケメンはわかるんだけど、顔がわかんないの、俺。一回絡んでますって花イケメンにも言われてるけど、花イケメンは小手半を知ってるのね。うちよく挨拶してくれるから。ただね、顔わかんないんだよ、花イケメン。いや、あの、花イケメンに街で声かけられても、あの、わかんない。あ、どうもって言っちゃう。花イケメンをスーってならない。記憶障害じゃないね。うん、人、でも、福島までリアドした。いや、カズはわかるわ。カズは旦那さんと来たじゃん。カズはさすがに忘れねえわ。はい、ワード2。森下くるみ？ドストライク。森下くるみ。いや、違うんだよ。葉山なんだっけ？葉山めいだよ、今。森下くるみ。森下くるみ。俺多分でも葉山めいは俺にとっては10年に1人の逸材だからね。え、何これ、何これ、森下くるみ、全然可愛くないじゃん。はい、のんちゃんはだつ。何これ、誰、ね、ググったけど何も出てこないけど、出てこないね。
まあでもブスじゃないよ。何の人この人。何回かオフ会、ミュールもさすがに忘れねえわ。ミュール数あたり忘れねえわ。ニャーとか。アリスくん？アリスくん？旦那様が減らっておる。違う違う違う。のんちゃんに減らったわ。面白いのか。いや、のんちゃんダメかもしんねえわ。うつだわ。うつだわ、のんちゃん。のんちゃん、のんちゃん、うつになるの？つったら、のんちゃんは、のんちゃんは毎日うつだって言われた。あ、ごめんって言った。のんちゃん、うつ病になっちゃった。わかる気持ち。のんちゃんもうつになったりするの？つったら、のんちゃんは毎日うつだ。名言だよね。それは悪いことしたわ、つって。いや、格言だったよ。こいつ俺よりもなんか重たいものを背負ってるわ、と。そっと寝たよね。こう、つって。なかなかパンチの効いた、パンチの効いた重い一発が返ってきたから。やべえやつだなって。あ、それ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 。その子。可愛くない？その子その子。タイプだね。俺は、久々に、ちょっと、ぶっさってやめて。可愛いよね。でもね、なんか、そう、葉山芽衣可愛いんだけど、なんかね、すごいデブってる葉山芽衣って、整形前なのかな？整形前なのか、太りやすい子なのか、なんかね、なんか、ブサイクなのと可愛いのに、なんかこう、差が激しいんだよね。すごい差が激しい。こういう顔好きなんだよね。だから中野美奈子とか好き。中野美奈子なんか俺もう大好きだったもんね。俺中野美奈子をアナウンサーを見たくて、中野美奈子大好きなんだよ。中野美奈子すげえ。中野美奈子系の顔じゃんこれって。わかる？なんかほっぺたがポチャっとしてて、中野美奈子狂ったように好きだったからね。だから、あの、南野陽子とか、そっち系の顔なんだよね。あ、全然違うでしょ。みんな同じ顔に見える。お母さんみたいなこと言い始めた。あ、わかるでしょ。中野美奈子めちゃめちゃ可愛かったよね。登竜門とか、マジで神がかってる番組だなと思ったもん。イケメン歯医者と結婚しちゃったけどね。ほっぺたぷっくり目がパッチリ系、そう。こういう子好きなの。系統似てるっしょ。のんたん目パッチリだよ。のんたん目大きいよ。さりげなくのんたんのフォローをしていくっていうね。
リスナーがのんたんに気を使いながら配信していくスタイルね。加藤貴子。加藤貴子。加藤貴子って誰？おはよう。おはよんのか。俺に言ったんじゃないのか。そこ大事だよね。ほうほうほう。アナウンサーかな。ああ、こういうのは好きじゃないかな、俺は。足長えな、こいつ。あ、俺全然タイプじゃない。この子にセックスしようって言われても絶対勃起しない自信があるね。またできたの。うん、あ、じゃあ通報しといて、みんなで。え、ていうかなんでバンになんないの？え、のっちはどつ？通報しといて、通報。俺ダメだね。なんか、芋っぽい子が好きよ。ずんぐりむっくりのチンチクリンが好きだから。趣味はどつ？カトパンか。カトパンもあんまグッとこないな。綺麗だなと思うけど。ずんぐりむっくりのチンチクリンの可愛い子が好きよ。そう、ずんぐりむっくりのチンチクリンね。ただのチンチクリンじゃダメだよ。なんだろう、スラーっとしてる人見るたりとか、綺麗な人を見ると警戒する自分がいるんだよね。なんか騙されるんじゃないかな、俺みたいな。すごいね、距離を置いちゃう。綺麗系の人苦手なんだよね。加藤ローサダメ。うん。加藤ローサ全然来ない。ずんぐりむっくりのチンチクリンね。志田未来。綺麗な人だな。あんまり好きじゃない。柴崎コウの介護官でしょこれ。いやいや。ゆずか姫はあんまりタイプじゃないかな。ロリ顔が好きかな、基本的には。別になんか本当のロリータじゃないんだけど、別に。何、チーズ、なんつうんだろう。ロリってるババアが好き。池脇しずる好きかな。タイプとかじゃなくて、普通に女優として好きかな。懐かしいな、池脇しずる。池脇しずる、うん。別になんか、性的にこう興奮したりとかじゃなくて、俳優さんとして好き。なんか自分が映画監督だったら、池脇しずるはちょっと使いたいっていう。なんだろう。池脇千鶴の安定感。ゆうこりんみたいなのはあんまりかな。あんまりかな。ババアにはわからない話。はい、ワイルドクソ G はどつ？おはよう。あ、見てないわ。マルキーニョスはどつ？難しいが、結構俺女のタイプ分かりやすい方だと思うけど。だから童顔のババアが好きなの。一言で言うなら童顔のババアが好きだよ。涌井、何それ、知らねえ。涌井、
なんじゃ、AV 女優の名前をもう貼るのやめよ。俺は年上好きだね。なんだかんだね。小泉今日子は嫌い、うん。あんまり好きじゃない。涌井恵美って何？涌井恵美っていう人がいるの？アメリカいつ頃、いや、まあ、今年中か、まあ、32歳の間に行こうと思ってるけど。サクトラおはよう。涌井恵美。あ、涌井恵美ね。はい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 。タイプではないね。涌井恵美も違うかな。まあ、だから映画監督だったら、女優さんに使いたい、みたいな。涌井恵美全然タイプじゃないね。違う。いや、ロリババアじゃないな、これは。涌井恵美は、いや、別にブスだとも思わないし、なんだとも思わないけど、演技が上手すぎる女は、基本的には、ね、信用できないよね、うん。本格派女優の名前出されてもね。うん、あ、この人ね。この人何の役で見てたかな、子供の頃。よく出てたよな。俺、こういう系は苦手かもしれないな。足立海はもう完成形だと思ってるよ、俺は。足立海は完成形だから、あれ。アイコ。もうバカにしてんの俺のこと。知恵、うん。俺のことバカにしてんだろ。うん。やだよ、あんなカブトムシみたいな女。足立海は完成形。むしろ今一番いいかんね、足立海って。あれすごいよね。年を取れば取るほどなんか、ロリっていくかんね。足立海マジで綺麗だよな。大好き、足立海。なんだろう、あの、ユキなんて神だよ。ユキ、足立海とか神だよ。だから俺にとっては。うん、はい、今クイーンは脱。足立由美ちゃん可愛いでしょ。なんだろうね、あの可愛さは。ロリータ界の神だからね、日本における。ロリコン界の神なんだよ。だんだん分かってきたな、リスナーが。俺のタイプを。片桐入りあの片桐入りね、うんうん、あ、でもね、俺ね、別にね、まあぶっちゃけ片桐入り全然ありだと思うよ。ぶっちゃけあの人面白そうだもん、付き合ってたら。片桐入りは俺は全然ありだと思うけど、タイプではないよ、うん。実は片桐入りは別にありかもしれない、俺は。石原さとみはね、なんだろう、なんだろうな、俺あの眉毛の太かった頃知ってるからな。朝ドラに出てた、あのなんかそれこそなんかね、クラスでいじめられてた女の子みたいな顔してた時から知ってるから。長作は神だね。足立海っていくつなんだろうね、俺と同い年ぐらい。うん、いや、好きだよ。なんでお前ら個性派女優の名前を書くスレみたいになってんの？演技派、個性、あ、俺ね、深田恭子苦手なんだよ。深田恭子は全然そそらないの。うん、ダメ。深田恭子全くないね。だからあんなのに裸で襲われても全然ピクリとも反応しない自信がある。あ、35なんだ。3つ上か。
田京子はね、多分ね、おじいさんっていうかお父さん向けなんだよ、もっと。50代とかがグッとくるんだよ、多分。5、60代が。ババソノさんっていう人を知らない、俺は。俺テレビ見ないからもう女優の名前わかんないよ。あ、断蜜は良さがわかんなかったんだけど、30超えてからだんだんいいなって思うようになってきたかな。熟女がいいわけじゃないよ、別に。だからさっきから言ってるけど、葉山芽衣ちゃん可愛いっつってんだから、この子21歳でしょ。あんまり年齢は気にしないかな。あ、はいはい、たぬき顔、そう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 、たぬき顔が好きなの、それ。そうそう、たぬき顔が好き、間違いない。うん、そう、たぬきっぽい女の子好き。ガッキーは、うん、俺ね、でもね、ガッキー生で見たらめちゃめちゃでかいと思うよ、あの女。なんかね、たまにドラマとか見てると遠近感狂うんだよ、ガッキーが出てると。ガッキーめちゃめちゃ可愛いよ。もうおそらく日本で一番可愛いでしょ。ただね、でかいんだよね、あいつ。うん。タヌキ顔だね、そうだね。そう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 。タヌキ系の顔が好きなの。うん。飯島直子は、ちょっと違うかな。ちょっとだけね。あ、そう、パルルとか、そう。AKB で言ったらパルルなの。あ、だんだん分かってきたね。そう。AKB で言ったら俺はパルルが好きなの。そう。別にパルルを推してるとかそういう話じゃないよ。あの中で言うならパルルなんだよ。そう。ああ、もういいね。だいぶ掴んできたね。じゃあ、リスナーさんからもらったこのノリめちゃめちゃうまいんだけど。宮崎葵は少し好きだね。宮崎葵は少し好きだね。そうそう、海苔を食ってもらったの。こんなハサミは微妙。釈迦の上。あったあった。すげえ。ありがとう。あったわ。もうね。ノブリスはどつ。あれ？なんか今日、ワドツーってコテハン何人も、ああ。ダメだ、頭おかしくなってんな。なんか今日複数回、なんかおはようって言ってるやついっぱいいない？おはようヒトラー。ノブリスもう3回くらい挨拶してない俺に。のんちゃん元気かね。コメント打ってんだから本人に聞けなよ。足立梨花いい。たぬき顔だったら眞子様とか。お前さ、もう不謹慎で不敬罪で捕まるぞ本当に。今起きたばっか、なんだろう。ラッキーおはよう。足立梨花微妙。あ、だから綺麗系はダメなんだって。少しでもね、ちょっとね、綺麗なのはダメなんだよ、俺は。その。ないないない。ニコ生のあんちゃん？何それ。ひさおはよう。有村架純だっけ？架純って読むのかな？あの、ちょっと可愛いなと思ったけど、ちょっと違うなって思ってるね。おはようにゃこ。
隠れ熊の実ありがとう。でも雪が完成形だよね。うん、面長はあんま好きじゃないかもしれない。俺愛子さん別に全然ありだと思うよ。うん、あ、昨日パチンコ屋行かなかった。だからのんちゃんに、あ、パチンコ屋行きなよ和道さんって、遊んできなって言われたけど、のんちゃんうつだわ、家から出れないわ、のんちゃんうつ病になったことあるって言ったら、のんちゃんは毎日うつ病だって言われた。うん、それでもう寝ようと思って、それは悪いこと聞いたわと思って、もうダメだと思って寝た。あ、まあパミュー好きだね。別にあの顔は好きだね。サファイアいらっしゃい。あ、吉岡分かってるね。チココ、この辺好きだね。吉岡佐藤、この子今ね実はちょっとチェックしてるんだよね。まあでもね、どうなるか分かんない、この子は。うん、タヌキ系の顔は好きだね。ジュディマリの雪なんかすごいもんな。なんかなんで年取らないんだろうね、あの人は。あ、やえばよかったよね。歯直しちゃったもんね。うん、てか最近の AV 女優可愛い子多すぎるよな、ちょっとな。そう思わない？なんか昔さ、AV 女昔の AV 女優ってさ、もうギリギリだったじゃん。大丈夫かっていうラインだったじゃん。わかるでしょ？あのね、流れ変えたの、及川直あたりからおかしくなったんだよね。及川直とかさ、あれ出しちゃダメじゃん、AV に。あんな反則じゃん、あの当時。だって、なんだっけな、俺が好きだったの、昔、俺が中学生の時とかだった時、ひどかったんだよ、本当に。まあ、直せるっていうのもあるけど、あのね、及川直の前ね、なんだっけな、あの、刃の女の子、なんだっけな、なんだっけ、名前出てこねえな。そう、大丈夫かぐらいが良かったんだよ、そう。だって昔のトップの AV 女優とかもうマジで結構やばいよ。白石じゃない、そんなの最近だよ。そんなの最近だよ。昔のね、違う、トップ走ってたの。なんだっけ？穂坂じゃなくてなんだっけ？最近の AV 女優だってほんとグラビアみたいだもんね。なんだったっけな？いや、ひどいよ、ほんとに。昔のは。なんか歯がガチャガチャだったりとかね、目が論破ってたりとか。そう、堤さやかだ、そう。堤さやかとかさ、堤さやかがトップだよ。今取れないよ。堤さやか可愛いと思ったもんね。歯がガチャガチャでエラ張ってるからね。うん、こんなんだってクラスメイトにいるでしょ、堤さやかとか。全然クラスに 2,3 人いる顔でしょ、こんなの。昔はね。だってさ、堤さやかの顔これだよ。これじゃなくて、これだよ。ねえ、これ AV のトップだよ。うん。ちょっと不安になるでしょ、今の子たち。えってなるでしょ。これトップだよ。俺の中学生ぐらいの時。ちょっとやばいじゃん、いろいろと。言いたいことわかる？別にディスとかじゃなくて、大丈夫って。そう、どこにでもいる顔なんだよ。だからこれが AV の、そう、これ AV のトップだったんだよ。もう、その、十何年前、20年ぐらい前は。
そう。うん。90年代こんな感じだったよね。普通だよね。普通な子が AV に来るとトップになれた時代なんだよ。この頃なんかスカウト大変だったんだから。今だから AV のスカウトマンに聞いたらスカウト業ないんだって。メーカーに直で電話かかってくるんだって。私 AV 女優になりたいって。すごくない？だからスカウトマンがいなくなっちゃったんだよ。AV の。昔歌舞伎町なんかさ、AV のスカウトマンなんかいっぱいいたじゃん。いらないんだって。もう女の子が直接電話くんだって。私 AV 出たいって。可愛い子が。だから選ぶ側なんだって。あ、田中美穂ね。はいはい、わかるわかる。花子ありがとう、はゆるさん。おはよう。スカウトしなくても来るんだって、ほんと。バンバン来るんだって。だから、この頃の AV って1本200万とかだったの。今全然違うもん。1ヶ月の20本契約で2、300万とか。だからもうギャラが落ちてんの。可愛くていい子が勝手に来るから、ギャラ払う必要ないのよ。本当に AV 女優になりたくて来るんだって。だから昔はさ、だからそのね、変な言い方だけど、頭パッパラパーの女の子、ちょっと可愛くて頭パッパラパーの女の子を必死になって探してたんだよ、スカウトマンが。うち AV 出るっていう頭大丈夫かっていう子、この子大丈夫かなっていう子を探してたんだよ、必死になって。もしくはお金のない美人を。そう、今人気商売だもんね。うん、可愛くないと AV 女優になれないって言われてんの。可愛くないと AV 女優になれませんよっていう風に、もうメーカー側が強気なの。君は無理ですって。まあね、芸能人がね落ちちゃうんだもんね、うん、素朴な子いなくなりましたな素朴な女の子って世の中に存在するの？そもそもが。あ、心ちゃん可愛いよ、実際。俺、心ちゃん生で見た時の感想、本人にも言ったけど、アムロナミエが半分入ってんの。本当に。生で見るとアムロナミエが半分入ってて、半分はスターウォーズのヨーダが入ってんの。マスターヨーダが。ヨーダとアムロナミエを足し2で割ると、ワト心ちゃんができる。確かにきついわーっていうレベルの女、女優いないよね。きついわーって昔ゴロゴロいたじゃん。マジかって。あ、荒野、そうそう、荒野系の顔なんだよね、心ちゃんって。うん。俺本気で言ってんの、ミュール。中学の頃友達と歩いてたら声かけられたで、マジで。マジか。ちょっとミュール若い頃の写真持ってきて。裁判始まるよ。あんまり強気な証言をすると裁判始まるからね、うん、この枠では神に誓って嘘は言っちゃいけないから。これ裁判始まるよ。若い頃の写真持ってこなかった。もうそれ以上言うんだったら裁判やろ。今日サラサラ美人だったっていう、うん、あ、友達狙いか。はいはいはい、うん、じゃあ、小突きしまーす。2分間音楽流すんで、アイテムじゃんじゃんください。お願いしまーす。それでは、小突きタイムスタートでーす。お気持ちだけで結構でーす。アイテムよろしくお願いしまーす。初見さんいらっしゃい、くんさん。よろしくお願いしまーす。メリンコ、風船10個ありがとう。バーガー、ニャーありがとう。レッチャハートありがとう。あ、多いな、多いな、多いな。多いよ、多いよ。ちょ、多いって、多いって。ちょっとごめんね。ロードスター5個ありがとう。カズバーガーありがとう。魚、チンアナゴ30個ありがとう。風船ありがとう。あ、ちょっと待って、多いな、今日。カズバーガーありがとう。ニャー風船10個ありがとう。ハートハユルさんありがとう。ノブリス、風船2個ありがとう。カズさんバーガーありがとう。マナちゃんちゃん風船ありがとう。カズバーガーありがとう。カズバーガーありがとう。隠れ熊のみんにゃこありがとう。カズバーガーありがとう。カズバーガーありがとう。ヤバゾウさん風船ありがとう。カズバーガーありがとう。カズバーガーありがとう。
シーさん風船ありがとう。ニャコチンアナゴプレゼントありがとう。一気に来たな。ありがとう。ルーツハート3個ありがとう。いや一気に来たね、なんかドカッとね。はい、カズ花火ありがとう。花火ありがとう、カズありがとう。おい、ルーツ花火ありがとう。ルーツありがとう。ありがとうございます。下ネタしまーす。昨日さ、ツイッターにも書いたんだけど、やっぱ島田紳助って俺天才だわ。島田紳助が吉本の若手芸人に対してその先生をやる会があるんだけど、普通に話すのよ、人生観とかその漫才論みたいな。あー、もう天才。もう漫才だけじゃなくて配信にも通用するようなこといっぱい言ってるよね。俺はやっぱ芸人は一番好きなの島田紳助だわ。風船チョックありがとう、ひさ。うん。天才だよ。天才。芸能界トップ取るわな。あんだけ頭良かったら。風船ありがとう。でもさ、長作ひろみだっけ、長作さんってさ、綺麗だな、可愛いなと思ってたけどさ、たまに CM で見るとこいつ大丈夫かっていう時ない？あれこいつちょっとなんかやばいなって最近思い始めたんだよね、なんか写真向きなんじゃないの長作さんは。そんな感じがする。おはよう。お、バンコク雨だ。風船20個ありがとう、ジャックさん。ちょっとわかるぞ。あれちょっとこれ危険入ってないかっていう。ギリギリだぞっていう。ああ、マサチ行ってらっしゃい。安田美沙子。あー、まあ安田美沙子は綺麗だよね。すごい、やっぱグラビア牽引してただけあるよね。熊田曜子とかさ、安田美沙子とかが強すぎてさ、グラビアがなんかさ、とんでもないことになってた時期あるじゃん。可愛すぎて、その、ババアになっても君臨し続けて、30代ばっかりになっちゃった時面白くなかった？え、大丈夫？このグラビアって。本当3、4年前の話だよ。なんか安田美沙子、熊田曜子、小倉優子とか、もう全員なんかババアなの。でも、下手な若い子よりも、ババアの方が綺麗になっちゃって、この辺すごかったよね。なんか、大丈夫って。グラビアのこのババア感。でも、変な若い子よりもババアの方が綺麗な時期があったんだよ。今はちょうど入れ替わったよね。そのね、下で頑張ってたのが、なんだっけ。スタイルめちゃめちゃいい子。なんだっけ、名前出てこないな。すげえ可愛い子。怒る YouTube とかやってたやつ。怒る番組。なんか、なんだっけ。もうダメなの？名前が出てこないよ。名前が。その下の世代で一人で頑張ってた子がいるんだよ。もうその子も今ババアだけど。なんだっけな。あの子可愛いなと思う。なんだっけ。髪がロングで、スレンダーで。おっぱい小さいんだけど、スタイルめちゃめちゃいい子。
長澤まさみ俺グッと来ないね。全然嫌だ、うん、長澤まさみもグッと来ない。なんだっけな、あの子、吉木りさが一人で若手支えてた時期があったんだよね。今だからすごい可愛い子が世代交代して可愛い子多いよね、うん、若槻千夏昔めちゃめちゃ可愛かったよな。若槻千夏なんであんなことになったの。もう本当にね、あれはもういや悲しいよな。若槻千夏の若い頃マジで可愛かったかんね。今さもうなんか化け物じゃん正直。なんであんなことになっちゃったんだろう。天使かと思ったもんね若槻千夏。それこそ俺がドストライクの顔だったんだよ。ほっぺたちょっとぽっちゃりしてて、あの目がパクリンクリンで、安めぐみ違う、それ古いのんちゃん古すぎる。それ2世代前ぐらいだから、2世代前ぐらいの話だから。うん、吉高由里子じゃない、吉木りさは可愛いと思うよ。吉木りさは完璧なプロポーションしてるからね。おっぱいないけど。顔も可愛いしね。吉木りさがちょっと濃いメイクすると俺好きなんだよね。女は顔ですか体ですか。あのね、多分ねそれ若いうちだけだと思うよ。女は顔なのか体なのかって。俺もうあんまりなんかね、相性だよ結局。相性、あのね、なんて言うんだろう、なんて言うのかな、あんまりだから若いうちは顔とかね、スタイルいいとかの方がいいじゃん。いやいいよ、顔が良かったりさ、スタイルが良かったりする方がいいじゃん。あー俺ダメ、木村はダメ、木村なんかダメ、引っ叩きたくなる、全然嫌い。相性だよ。一緒にいて楽しい人がいい、うん、デブだけは嫌だ。だから俺が言ってるのは、いつも言ってるのは、深田恭子よりも太ってたらデブなんだよ。で深田恭子がギリギリのぽっちゃりのラインだっつってんの。だから深田恭子はデブじゃないよって。深田恭子を超えるやつ全員デブなのれってよく中学生の頃から言ってたね。多分ねそれが一番正しいんだよ。深田恭子を基軸にして、あれよりも太ってるなって思ったらデブ全員で、深田恭子以下はポチャでいいよ。それ多分正しいジャッジじゃない。多分でも深田恭子実際見たら多分細いと思うけど。篠原涼子も嫌い。なんつうんだろう、篠原涼子の勘違いが本当に嫌い。性格が嫌い。なんか本格派女優みたいな顔してる時引っ叩きたくなるもんね。違うだろうって、お前は浜田にセクハラされる役割だろうってねえ思わない。お前は浜田に、ダウンタウンの浜田に父を揉まれながら叫ぶ役だろうって。なんであんなさ、その演技もできないくせにさ、ちょっと本格派女優気取ってんのかよくわかんない。あの顔引っ叩きたくなるよな、マジで。篠原涼子。石原さとみもあんま好きじゃない。
新垣結衣はだからまたループになってるよループになってるって、うん、母の友美なんかもあんなどうしようもないでしょあれ。あんな生主と変わんない、あれメンヘラでしょあれ。水木有沙ほんとダメ俺。いや水木有沙ほんとにない。昔から水木有沙タイプっていう人の気持ちが分かんないの。たまにいるじゃん。じゃあ水木有沙はあのなんだっけ、あの秋田美人の女の子なんだっけ、最近結婚した、ほんと名前出てこねえな、秋田美人の、あれの介護官だと思ってる。なんだっけ秋田の女の子、もうダメだ名前が全然出てこない。あ、食べちゃんね、なので見たよ。そこでロケやってた。家の近所でロケ、映画とかよく撮ってんだけど、食べちゃん可愛かったよ。びっくりするぐらい小顔で。イルカプレゼントありがとう。イルカありがとう。佐々木希、そうそう。佐々木希の介護官なんだよ、多分。水木有沙って。食べちゃんは俺タイプだね。食べちゃんってなんか、誤解されてるけど、あの子すごい美人だよ。化粧映えするんだよ。だノーメイクでさ、切れ長の一重だからね、ちょっと美人っぽくない感じに扱われてるけど、あの子めちゃめちゃ綺麗だよ。可愛いよ、めちゃめちゃ。加藤夏樹可愛いよな。加藤夏樹可愛いよな。なんだろうねあの子。加藤夏樹大好きだわ。まあでも加藤夏樹を連れて歩くのはちょっと気が引けるよな。俺が加藤夏樹連れてたらさ、もう絶対劣等感しかないもんね。顔整いすぎ。広瀬すずあんまグッと来ないかな。広瀬すずあんまグッと来ない。あ、ありがとう、たんだ。いやいや、謝んないで、そんなやめて。お気持ちが嬉しいんで。少なくてごめんなんてやめよ。ありがとう、いつも、たんだ。気持ちが嬉しいよ。おはよう。ドルさんの枠荒れてた。あ、見てない。もう、ブロック入れた。見てない。でも、俺の予想通りになってるでしょ。もう、こっから荒れて、通報とか入りまくって、番が多くなるし、放送、雑談自体ができなくなるから、スタイルが大きく変わるっていうのは、本当でしょ。だから、人数は増えたけど、ファンが減ったっていう構図だから、売り上げも下がるって。絶対そうなるから。で、半年後死ぬよ、あの人。閲覧多分200ぐらいになると思う。残中見舞い申し上げます。ああ、どうもどうも。アイテム上がってないでしょ。もう終わったよ。だからね、閲覧に飲まれるっていうのを経験してないくてああなっちゃったから、要はね、あの人はね、もったいなかったよ。どれの深夜食堂はもったいなかった。正直言うと。あの人は本当に配信会の流れを変えるような人物になるかなって俺は期待してたの。トークスタイルから。まあ飲まれたね。飲まれた。結局、ただの配信者、ただの大手配信者になっちゃったから、クソ面白くもないよ。金梅さん終わんない。金梅さん天才だから。なみるわかんないな。ワードツーなみや。初中見舞いって言うんだ。ありがとう。あ、やっぱツバニャンの台本に乗っかったの確定だったの？俺の読み全部当たってた。台本に乗っかったどころじゃないからね。あれ金払ってるからね。まあ終わりだよな。
なんでさ、あんなオワコンになったツバニャンに台本書かせるって、ツバニャンと同じ末路じゃん。あ、太った、わかる、ブクブクに太ってんの。あ、やっぱわかる、痩せなきゃな、太ったんだよね、やっぱわかる。そう、顔がむくんでるどころじゃないのよ、太ってんのよ。ちょっと体絞んないと。もう無理だろうね、一回味しめちゃったから。はい、若津バカありがとう、丸さん。もう無理だよ、アイコスとか吸わない。あの、俺体に悪いもん吸いたくてタバコ吸ってんの。アイコス匂いがないんだよ、副流煙が全くないんだよ、これタールがないから体に悪くないんだよ。おい、体に悪いもん吸ってんだよこっちは。やめちまえタバコなんか、向いてねえよ。アイコスとかなんだ、電子タバコとか、匂いがないんだよって、匂い吸ってんだよこっちは、やんないやんないアイコスとか。体悪くなるために、早く死ぬためにタバコ吸ってんだから。うん、顔ね、ちょっとね、捨て頃から運動一切してないし、食いまくってんだよね。意味わかんねえよな。最初は違和感あったんだよ。最初は。でも慣れるとね、普通のタバコ吸えなくなるんだよね。いや、最初は違和感あるんだよ。いいから、もう。つまらねえな、つまんねえ人間だよな、本当にな。みんなと同じこと言ってよ、本当につまんねえコメントだよ。面白いこと言ってみろよちょっとは、何にも面白くねえよ、全員同じこと言うんだもん。そうだろ、俺が言ったことまんま全員言うだろ、面白くもねえ。だからコメンテーターも何もできない、喋りで食えないんだよ、発想が面白くもない、何にも。あ、熊の実ありがとう、宮谷さん。あ、うつ関係あると思うよ、タバコ。ていうかね、多分ね、タバコのぶり返しで、脳内麻薬出なくなってるんだと思う。それでうつになるんだよね。あれ、アドレナリンとか出るから。タバコ吸うと、エンドルフィンも多少出るし。メロンありがとう。なんかね、健康のこと考えるんだったらもうタバコ吸うなって思うんだよね。俺は、おいらは。健康のこと考えてタバコを、いや、変えたんだよみたいなさ、ドヤ顔で言われてもね、なんかね、意志が弱いやつだと思うの。俺は、こんだけぶったたかれてもタバコ吸ってるやつって意志の強いやつだと思ってるから。使命感を持ってタバコ吸ってるから。フィリップ・モリスはだいぶ儲かってるでしょ。初見さんいらっしゃい。いや、新しいやつが出てるって、それは出るでしょ、儲かるんだから。今タバコ吸うのやめてる人はマインドコントロールされやすいと思うよ。うん、あ、俺は愛煙家だからね。うん、タバコ好きだよ。かっこ、だってさ、まあ、ぶっちゃけさ、タバコ初めて吸う時のこと思い出したらわかるけど、こんなもん吸うもんじゃないじゃん。毒じゃん。ゴゴゴワーってなるでしょ。みんななってるんだよ。ゴワー。なんで吸うのって、カッコつけたいからじゃん。タバコを本当に美味しいと思って吸うのなんかさ、吸い始めて1年ぐらいじゃん。だからもう中毒になってる頃やっとうまいって感じるんだから。だから毒を吸ってるんだよ、俺らは。毒をうまいと思ってるんだから、なんでその毒を否定するのって。毒の部分がタバコの醍醐味なんだよ。うん。俺も酒あんま。そうでしょ？毒吸ってる頃のね、
毒をうまいと感じてる俺らだったのにさ、やめざるを得ない時は辛い。例えば何？やめざるを得ない時って。妊娠とか。俺いつだろう？俺はね、初めて吸ったのは、中学2年かな？でもやっぱり、うん、ごわーってなって。ゴールデンバットで、ブワーってなって。ダメだと思って。で、先輩が、中3の頃、たまに吸ってたんだよ、かっこつけて。吸えもできない。吸うことすらできない。ふかしてたの。親と喧嘩したりするともうやさぐれて、近所のゴールデンバット買って、部屋の中でもう、いや反抗だよね。親に対する反抗、行き場のない怒りをこうタバコにぶつけてたんだよ。アリスおはよう。ね？こうボワーってなりながら、俺はグレてやると思って。で、まあ、好きで吸ってるわけじゃないのよ。もう部屋の中にさ、1ヶ月に1箱減らないのよ。部屋の中にゴールデンバットあるんだけど、1ヶ月もう全然残ってるぐらいの。でも先輩に丸ボロのメンソールをもらった時にうまいと思って、そっからもうガンガン吸うようになったね。うん、おはよう、東北ゴリラさん。だから中3ぐらいから吸ってるかな。もうあとはもう高校行っても、校舎とかでもタバコ吸ってたよね。校舎の裏で。うん、40年間孵化してると可愛いね。うん、あくびちゃんおはよう。うん、知らない間にいて、まあ中毒になってんだろうな。うん、薬飲んでないね今。あ、でも、なんか今日喋ってる感じで、うつ治ったわ。うん、うん。枠開いた時に大体気づいてたんだけどね。喋り始めた時に、あれってうつ治ってるなと。治ったわ、俺。うつ治った。早起きだよ、俺。うつ治っちゃった。大丈夫だ。通常営業だわ。通常営業。うん、もしかしたらちょっと構って欲しかっただけかもしんない。ちょっと構って欲しかっただけだったのかもしんない。最近、コメントがなんか雑だったから、ちょっと病人アピしただけかもしんない。あ、ギャンブルか。あ、でもいいんじゃん、別に。楽しかったら。うん、前髪こっち側だけパッツンにした。うん、こっち側長いけどね。うん、クレーンゲームで取りやすいのどこ？クレーンゲームは、今新しいのいっぱい出てるじゃん。こう、バーが2本あって、こう、間に落とすとか、あと、こう、フックが引っかかってて、丸いボールに。こういうのは俺わかんないの、あんまり。昔の UFO キャッチャーのやつだね。で、取りやすいのがどこじゃなくて、設定です。簡単に言うと。俺が一番ここガバガバだなって思ったのは、秋葉原のセガの店頭のやつ。あれ多分キャンペーンなんだよ。あそこ一番でかいからクレーンゲームの。なんかガバガバ取れるように設定してるね。秋葉原の駅前のセガはやばかった。ガバガバ設定。で、爪の設定とかを見るの。爪、アーム、プッシュの。うん、でもまあ32歳超えてクレーンゲーム熱く語ってもしょうもないからね。もっとやることあんだろ？今日行ってみんの？え、クレーンゲーム？あ、フォローありがとう。ハイボールさんありがとう。あ、病院変えた方がいいんじゃん。見分けができるのは簡単。まず、一番最初の基本ね。爪がこうあるでしょ？こう。これがこうなってればこうなってるほどいいの。で、ダメなやつってこうなってるから。これ初期設定の。要は、夜、クレーンゲームのここの部分ガチャって外して、アームの調整。要は、最初こうなって重なってるってことは、食い込んだ時に、ずれないのね。だから、爪は重なってる？触れてるか、奥に行ってるか。そう。ここがまず初期1。うん。で、これが外れてれば外れてるほど、要は、引っかかる可能性が低いから。で、取り方があるのよ。3つ取り方があるんだけど、みんなが思ってるクレーンゲームの取り方ってこれでしょ？ここの重心を見るのよ。
重心を見てこうやってやって この取り方でしょ。こういう取り方、これが一番オーソドックスな取り方なんだけど、こうやってこれでしょ。これで取るんじゃないんだよ。これは技法1なので、もう一つは重心を後ろに下げるの。重心を後ろに下げてアームをやると、こうやって前に行くでしょ。これでずらしていくの。わかる？この重心を後ろに入れて前に倒していくので、こうやって回転させていきながら転がしていくの。これの方が取りやすいと思う。あとはアームが開く位置あるでしょ。アームがガーって一番開く位置あるでしょ。あれって実は初期のここの設定だから、こうやってなってる時の、こうやってなってる時のここの幅あるでしょ。ここの幅が開いた時の爪の幅なので、それを利用してけさ取りって言うんだけど、ガーってこう開いてる状態、ガーって入れてこうやってずらすの。わかる？端っこにクッション入れてこうずらすの。これけさ取りっていうの。けさ取りで、さっき言った後ろに重心をかけたりして一回弾ませるの、バウンドって技なの。この3つで取るの、うん、バウンド、普通のわしづかみ、バウンド、けさ取り、うん、でそれはどこに配置されてるのか、どこにあるのかで決めるの。アームの設定とか、うん、クレーンゲームね、どこも NG なんだよ。怒られんだよ配信やってると。俺めちゃめちゃうまいよ。俺めちゃめちゃうまいよ。あとさ、箱物ってあるでしょ、最近出てきたやつ。フィギュアとかの箱物って真ん中のここに爪フック入れるやつあるでしょ。あそこに入れんじゃないよ。知らないでしょ。みんなさ、箱がこうあったらさ、横のところに爪引っ掛ける穴をさ狙ってるでしょ。あれ違う。あれ違くて、箱あるかな。例えばタバコの箱で言うとさ、ここら辺にさ穴が開いてて、ここに引っ掛けようとするぞ。これ違う、取れない。なんでかっていうと、爪の向きがこうなってるから引っ掛からないようにできてんの。あれ実はここの上のところのセロハンテープで真ん中止めてあって、後ろのところが浮いてるんだよ。ここに入れんだよ。ここに滑り込ませると絶対抜けない、うん、ここだけど、ここが空いてるかどうかを見んの。そのセロテープ真ん中に入ってて、ここ浮かせてる店あるから、そう、ここに食い込ませんの、うん、そうすると一発ハマったら絶対一撃で取れる。で、だいたい今のフィギュア、ワンピースとかのだと、だいたい5000円から8000円の相場なんだよ。5000円から8000円の相場だから、それくらいの確率で取れるように調整がされてんの。だからそこをかいくぐるの。3000円で取ったりとか、うん、そうそう、うん、ちゃんとあるよ。お、くもんりおはよう、うん、あとはその箱をどこを狙うか、さっき言った原理と一緒なんだけど、これを取るとしたらさ、そのここに爪をかませてこうずらすとか、このこうけさ取りだよね。あとはこうさっき言ったで、ずらすずらすずらすっていう、で最後に大技かますのよ。こうバーンって弾いた時にバウンドで落ちるようにっていうか、パチンコ屋よりタチ悪いつうか、ゲーセンだからな、うん、そんなこと言ったら世の中の全ての商品がタチ悪いよ。俺だから一回狂ってるなと思って、明らかに食えば食うほど得する食い物があったの。牛丼ね。あの松屋と吉野家とすき家が戦争をしてて、潰れるまで牛丼の価格下げた時期があったの。一杯250円だよ。狂ってない？牛丼一杯250円の時は、あれは消費者がもう完全にもう得をする状態だった。あれどう計算してもね、赤字なんだよ、売れば売るほど。あれは良かったね、あの時代は。はい、バカありがとう。風船ありがとう。へえ。あの時期は狂ってたよね。ほんとお互い三社がさ、どっかの店潰れるまでやろうっていう感じだったもんね。あれは投機目的で起こる。投機、要は株主とかがいるから、その資本があるからできる戦略なのよ。それでぐちゃぐちゃになったっていう。市場三社が負けたっていう事例なんだけど。あれは消費者得だったと思うよ。あれはすごい現象だったね。
商売を超えてるもんね、あれ。あれは苦しかったでしょ。サラリーマンなんかね、だいぶ助かったんじゃないの、あの時は。すき家のうなぎ美味しいでしょ。俺だからもう最近すき家のうなぎばっかり食ってんだよね、最近。特盛りの方ね、1280円の方。前髪短いですね、はい。今日ココロちゃんかわいいな。濃いメイクの女の子好きなんだよね、俺。今日のココロちゃん濃いメイクでかわいい。エンペラーありがとう。エンペラーペンギン、冬さんありがとう。和道さんに花火大会や夏祭り配信してもらいたい。どっかあるのかな、うん、ねえ、機材もいいしね、せっかく。パチンコ屋行こうかな。久々パチ屋配信でもしようかな。パチ屋配信。はい、鶴さんこんにちは。隅田川の花火大会ってまだあんの？あれ潰れたんじゃなかったっけ？予算がなくなって。大会ね、わかんないけど、戸田わかんない、全然。子供の頃見た時感動したけどね、隅田川。一回見たことあるけど、花火大会電波ないよね、多分ね。うん。俺もそう思う。電波取られる。あんだけ人が集まっちゃうと。みんなプツプツでしょ。多分ね。何食おうかな。あれ金かかんだよ、花火って。あの一発300万とかでしょ、あれ。花火ってでっかいやつってすげえ金かかんだよ。だから今日な、不景気だと無理なんだよね、あれ。景気が良くてさ、税金対策でじゃあ金出してやるかっていう企業がいないと無理でしょ。プツプツで見れたもんじゃないと思うよ。だったら動画撮って YouTube で鑑賞したりする方がいいと思うけど、うん、まああんなのはね、バブルの象徴だよね、まさに。なんか最近のパチンコで面白いのある？パチンコかスロット、最近の何が熱いの？今日もなんか暇つぶしにパチへ行くわ。俺、でもね、パチンコやってて、オカルトに気づいたんだよ。ミリオンゴッド、あれつまんねえじゃん、演出がなくて。ジャグラー大っ嫌い。ジャグラー大っ嫌い、俺。トゥットゥルトゥッ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 トゥ。あれ、病気になるぜ、本当に。あれ、本当病気。なんか洗脳されてる気分になるの。何が悲しくて、
これやってんだろうみたいな。演出がないと無理。いや、ジャグラー好きな人わかんないんだよね。なんでジャグラー打つのみたいな。トゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。いや、どっちもやるよ。パチンコはこの前、あの、仕事人で1万発出て、パチンコで全部お金なくなっちゃったのに、まあ、2万ぐらい手元に残って、で、次の日も行ったの。で、3000円打ってもう全然回んなかったから、高角機動隊スロット打ったら、まあ1万ぐらいで、今3万あるのかな手元に。番長3。必殺仕事に面白かったね。今、いくらあるんだろう。全財産2万7000円あるね。2万7000円。あ、リングね。リングすげえ入ってるよね。別に、スロット行かなくてもいいんだけどね。うん。無理していく必要はない。なんか、のりゆきさんとか、あれでしょ？スロットの仕事とかパチンコの仕事いっぱい来てんでしょ？おい、タンタンありがとう。風船8個ありがとう。すごいよなぁ。仕事でパチンコできるって羨ましいよなぁ。配信者も仕事来るようになってんだもんね。笑うよな。すげえ時代だよね。だちょっと昔まで考えられなかったぜ。配信業なんて言ってもさ、オカルトって何？え？オカルトって何？オカルトっていうのはだから、なんて言えばいいんだろう。非科学的な何かみたいな。ねえ、よっさんもね。なんか仕事になってきたもんね。食えるやつが出てきたんだもんな。え、それはさ、応援してる身としてはどうなの？俺ほら、リスナーさんの気持ちがあんまりわかんないから、みんなも嬉しいもんなの。年収いくらぐらいありますか？ 300 万ぐらいじゃないの？俺。300万ぐらいじゃん。下半期で150ぐらいだから、どんどん上がってきてるの、俺。だから、最低でも300だと思ってもらいたいかな。最低でも300。で、調子良かったら後半の伸びで500いくかなって感じ。うん。わかんない。人気商売だから。パチンコのオカルト？あー、え？あ、それか。はいはい、冬さん。あのね、財布の中に金が入ってないと負けるんだよ。で、無駄に10万、20万入ってる時勝ってるの。過去のこと考えたら。これなんでなんだろうと思って。オカルトでしょ。だから無駄に財布をパンパンにしていって、するとすぐ引くの、これ。ただ、もうこれ背水の陣みたいな本気のやつあるじゃん。これだと負けたらやばいみたいな。飯が食えないみたいな。それ負けるんだよね。だから、多めに金を入れていくと、俺勝つ。ニコナナリスナーには生主人気ない。まあ、客層が違いすぎるんだろうな。腹減ったなぁ。あ、オカルトだよ、完全に。そう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 。あとね、多分ね、お金に心に余裕があると冷静なんだと思うよ、多分。そうそうそう、そこ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 、そう。オカルトなんだけど、ちゃんと分析する。多分、お金に余裕があるから、いや、回んねえな、つって大移動とか早いんだと思う。で、生じ金が2万とか、もう排水の陣だと、これで、これで、みたいな感じで、行っちゃうんだと思う。多分ね、その、大選びの感覚が変わるんだと思う。俺もそれだなと思った。あの、ヒトラーとか、道島の犬が言ってる理論だと思う。財布の中に金があると余裕があるから、冷静に判断できる。だって、ギャンブルとか、損切りじゃん、結局。ああ、時間がない時に出るやつね。はいはいはい。だから、そうなんだよね。そういう時、辛いよね。そう。よいしょ。
まあ完全にオカルトだけどね。完全に全然理論的ではないけど。俺はもう完全にパチンコは釘しか見ない。釘とハマり台が好きかなと。ハマり台にちょっかい出すの好きなんだよ。いや、争点化してるね。カイホおはよう。カイホ昨日夜怒鳴られたもんね、またね。うん、昨日夜怒鳴られたから、またカイホ電話かかってきて。わざちゃん、うっつ大丈夫って、うるせえボケーつ、うん、まあ気分は治ったよ。カイホから電話かかってきたから。また怒られたから。意味のない電話をかけられたと思って、人の気持ち、人のもうね、条件反射なんだよな。解放から電話がかかってくると意味、要件のない電話がかかってくるっていう、もう体が反応しちゃうんだよ。よくよく考えたら風邪心配してくれてるいいやつなのに、ただ俺の風邪が心配なだけなのに電話かけてきてくれたのに、俺はもう解放の電話イコールうざい電話って体が反応しちゃうの。いやだけど俺多分人生であんなに勝つことないだろうね。あの郡山、あの光くんの地元で打った時の、あの4回か5回しか行ってないのに50万勝ったっていう伝説、あれはもう超えることないだろうな人生で。座る、1万円入れる、10万円になって帰ってくる。しかも3時間とかしか打ってないんだよ。朝一で行くとかじゃないの。うん、さあ行きましょうよ、パチンコ。いいっすね。って言われて、行こう、ヒカルくんつって。今日また勝つかもしんないっすね、ワンサイ。やべっすね、引き。って言われて、行って、ヒカルくんが出ないっすね、つって。はい？え？いいよ。上がる？ピンポンとか使えよ。逆に。浅井さんには逆に言いたい。ピンポンあるから。あの、玄関の前で絶叫するのやめてほしいんだよ。ちょっと待って。いいよいいよ。まず、LINEの使い方、汚いけどごめんね。やば。だからその前言ってたけども、その、あのどこがどうとか、全然ダメだ。え、何？ LINE はあなたが昔。LINE の使い方を知りたいんでしょ？そうだよ。いいよ、座って。サタニストって何ですか？サタニスト？俺の YouTube チャンネル登録してくれてんだ、ありがとう。まず LINE 開いて。LINE わかる、うん、そしたらここ消して。どれを消せばいいんですか？バツ。バツで。これ友達検索なんて嫌。え、何これ、なんでだからこうなっちゃってるから。それ何これ、行き詰まってんの。行き詰まった。これいらない。しまって。あ、開きすぎ、開きすぎ。すげえな。40個くらいアプリ開いてるよ、浅井さん。え？いや、これや、これ40個じゃ効かねえじゃん。これ何？アプリ何個開いてんの、浅井さん、これ。50個くらい開いてんな。アプリって。まあいいや。LINE 押すでしょ、うん、押す。この画面になる。そしたら、この、これ押すの。OK？ ああ。もしくはこっち。あれ俺、あ、これ、オーバードって書いてあるじゃん。もう一回やってみようか。LINE ボタン押して。LINE ボタン押して。
そう。LINE。LINE を押す。そうすると、ワードって書いてあるから押してみて。で、電話ボタンを押すと。そう。電話ボタンを押してみて。そのままね。どこに電話する？ここ。電話出て。そうそう、耳当てて、耳当てて。電話みたいな。そう、そうま、そうま、まだまだまだ。待ってね。はい。あんまり聞こえないけど。ちょっと待って、もう今つながるから。あ、もう一回かけて。もう一回かけて。はい。ワードを、そう。いや、一回で、一回しか押さない。連打したらダメ。うん。そう。はい。それで電話す、こうやっていって。もしもーし。あ、聞こえた。あ、聞こえた。これ電話できるから。電話できるから。バドさん、笑いますか？笑いました。声かけたいです。よろしくお願いします。OK。これが LINE の使い方。覚えた？ LINE 分かりました。いや、切ろう。いや、切ろう。あ、これで切る。OK。電話と同じですね。そう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 。だから、やり方は、これが電話帳なの。これが電話帳。これ、知り合いで何ですか？これは関係ない。関係ない、はい。ワードって入ってるでしょ？わかりました。はい。だから、ここをこうやってやると、電話できる。メールするときはトークってやつ。トーク。これはメール。どうすればいいんですか？これ、使い方な。トーク。画面、トーク出すには、これですか？いや、違う。もう、戻ろう。あー、再三。ちょっと待ってね。これ、使い方が。俺のと違うんだよな。電話屋さんに聞いていきますか。いや電話屋さんに聞かなくていい。電池がないって。電池？ああ、LINE 使いづれえな、こう考えると。こう考えると日本の製品ってすごいよな。まあいいや、これね。ワードをね。電話。はい。うん、電池どこにあった？わかります。電話かければいいんですね。うん、そう。はい。今度から。ていうか、浅井さん、配線いっぱいあるけど大丈夫？またこんなになっちゃったの？なんでこんな持って歩くのよ。さっきしまうとき急いでしまったから。あ、そうなの。浅井さん、パチンコとかやんの？パチンコ？うん。パチンコ、何が面白いのか全然わかんない。わかんないか、うん。スロットとかやんないの？わからない。わかんない。うん、ちょっと今から行こうかなと思って。パチンコとスロットって、その、うん、何のためにやるんですか？暇つぶし。あれってね、その、パチンコで儲かんなくても、その、パチンコにお金それ投じてくれば、それで1時間ぐらいやってりゃいいんですか？ 1 時間大体1万円ぐらいかかるよ。浅井さんパチンコやんない方がいいと思う。パチンコ、私、パチンコも全然、音がうるさくて、そのパチンコ屋さんに行こうと思わないけど。そうだよね。浅井さん行かない方がいいよ。面白くないよ。浅井さん、ご飯食べた？あれって、あの音が、役に立ってるんですか？役に立ってるっつうか、あの音は、その、金払った方に回す？なんて言えばいいんだろうな。ギャンブルだよ、あれ。ご飯食べ行かない？どこに食べに行く？何食べようか。なんか美味しいものはどこでも行くよ。美味しいもの。美味しいもの。はどこに食べに行こうと思う？いや、なんかどっか行こうかなと思った、浅井さんと。何がいいかな。何がいいかな。この辺であんまり。浅井さんどこ行くの普段？オリジン弁当で食べるよ。オリジン弁当？家で食べるの？一応オリジン弁当、オリジン弁当の店で食べる。え？あそこ食べるところないよ。いや、そっちオリジン弁当だよ。向こうにももう一つオリジン弁当があるの。あ、そう。店の中で食べられんの？え？店の中で食べられないでしょ。店の中で食べてるよ。あと、何かうまいとか。オリジン弁当の中で食べたらダメだよ。いや、だって一席があるもん。あ、席があるの？そこ行くじゃん。でもなんかピンとこないよ。なんかピンとこない。なんかうまいもの出すとこないのかな。デニーズのモーニング。
デニーズのモーニング、うん、今あれでもモーニングあの卵とセットで200何円とかやってるよあれね。わかんない、それやってんの。そうだよ、卵とコーヒーをかわいいとそれでトーストで200円ですと貼ってあるよ、うん、あっち行ったことないよ、行ってみる。ちょっと外出ようか普段。え、外に行こう、うん、散歩しよう、どこお店行こう。お店、あ、それいいね、うん、なんかいい店ないかね。うん、探そうよ。え、そう、準備するわ。さ、探そうだとこの辺店あんまりないよ。いや、あるよ、大丈夫。え、あるあるある。だって店を持ち歩いていつも店行ってるもん、うん、外で待ってて、準備するから俺外配信の。デニーズ、あ、バーガー、デニーズの解放モーニングあるよ、いいと、うん、コメントは読め、いい、大丈夫だから。え、外で待ってて、行こう。よし、じゃあ飯食いに行こう。飯食い行こう。飯食ってないでしょ。うん、飯食ってないよ。うん、行こう。よし、うん、じゃあ一回外配信にするんで最後のアイテムタイムです。もしよかったらアイテムください。次枠行きます。じゃあ皆さんお疲れ様です。アイテム配信、アイテムタイム。浅井さんと食べ物食べに行きたいと。え、何何何、浅井さんと食べ物楽しみにしてください。浅井でございます。え、浅井でございます。浅井でございます。うまいものがあるといいと思うんですけど、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいませんです、すいませんです、よろしく。じゃあ次枠行くよ、お疲れ。のんちゃんいないよ。アイテムあり、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。